問題な藤原初期、何をしている？忘れ物しちゃって、ボール楽しい。どうもサーブが苦手でな。ああ、なるほどです。私でよければ教えましょうか？はあ、お前な、人に教えるには自分ができてなきゃダメなんだぞ。私だってバレーくらい普通にできます。ほらね。すげえ！なんて洗練されたサーブなんだ！どやさ！お前にこんな特技があったと。私に教わったらきっとすぐ上手くなっちゃいますよ。会長、人に教えおこうときはどんな態度が適切ですかね？教えてください。はい、いいですよ。じゃあまずは問題点を洗い出してみましょう。何回か打ってみせてください。ああ。えまずですね、ボールを打つときは目を開けるんです。何を当たり前のことを。そうですよね、そうですよね。じゃあ次は目を大きく開けて打ってみましょう。そんなんで変わるものか。開いてないんです。なんでそんな言う通りにやった何か出せてるんですか？ほら、1ミリも開いてないじゃないですか。え、嘘。まずはジャンプしたまま目を開ける練習からです。ビシバシ行きますから、そのつもりで。頼む。そうして、ジャンプの時に何するんだ。ボールは友達。朝夕の特訓を開始して3日が過ぎた。やったー。ああ、藤原初期、お前のおかげだ。大変でしたね。でもよくぞやり遂げました。じゃあ藤原初期、次はトスとレシーブを教えてくれ。すごい、白金さん。藤原さん、あの子私が育てたんですよ。はは。本日の勝敗、白金&藤原の勝利。